本日はようこそこの小賀新山伝承館においでいただきましてありがとうございました。これから小賀の伝統行事であります、大晦日に行われる生ハゲ、この新山地区の生ハゲ。どうもおばんです。あの陶器の主人役です。生ハゲは大晦日の晩にしますのでね、こちらの方はあの外は雪がいっぱい積もっております。そういうことになってますので、そのつもりでね。それとあの私の生ハゲにやりとるもんと地元のものことお客様だとわからないものがあるかと思います。お手元のパンフレット後ほどで結構ですので見てください。ここではね、こう体感してください。みんなお願いします。このままなくしますね。おめでとうございます。おばんで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 す。なんとか上がってこないでや。どうぞちゃうよ。どうぞちゃうよ。おめでとうございます。ああ、三度のお大変だったっすな。ああ、出すな。今年のはこれ、お山の方だから雪が降って、もう2メートルから積もってるっすもんな。だーども、生ハゲさんだが大切なもんだっすな。その深い雪の中、どんどん山から里さ降りてきたっすもんな。あの、桜田さん、大変だったっすな。生ハゲさん、どこまで来てたっすか。ああ、今これ、隣まで来てたんだぞ。隣にこれ。親の言うことはつまね、勉強されてる子供がいて、これもこれ、隠れりだと、生ハゲさんに見つかってしまう。大したこしゃがれてたからな。そういんだものな、隣の渦の方で、サバンゴクイしてやったものな。だすべ、だともその子供のことからこれ、親の言うことはつまね、勉強はするとて、生ハゲさんとの約束してやったもんだから。まもなくあんたいさ、回ってくるすべ。ああ、ですか。まあ、こそはディリアイだ。あのことはまた来ないわ。へぇー。おこの頃十分で朝飯の差をするから嫁のとこさ寝てでも行ってたらなもんな。なんも言い訳しねえでもいい。ほら嫁の息子の朝を受けていくねえわけ。
ちゃんと書いてあるんですか。この三つ子、夕方になればそわそわしている。隣近所の母ちゃんがだ出てくるやつに待っている。毎晩夜遅くまでカラオケ席裏を何の朝起きないねん。いやー、俺はなんだか早く休んでしまうから、ニーツコ夜遅く帰ってくるの分からなかったもんな。親がこうであればいい子育てねえと。はい、ネズの方からももう少し読みのことも注意してやねばダメと。はい、分かりました。鬼も孫も何もいいこと書いてねえの。あー、まあまあ、名前さん、今日まで会長です。まだ一匹書いてない。まあまあまあ、そういう感じで、ゆっくり先っこの寝てきな。それにしても全部の先張り進めるな。朝は先にごまかして。いやいやいや、でもねさ、先にだば山さえ行けば一匹やらんだ。この頃、生き物の名もねすとかしてるから、ここ先なんてよかに。なんとはこんなで文字でご認識が。文字よりこの飾るのこの飾るのが飾ってくれないだと。バカも飾ってくれ。読み孫を言うことを知らねえかったらな、あの新山の山さんがって手に塗っただけいずれにも来るからな。はい。彼払ったから、これから一年、暇や病気すねえよ、お互いに向くから。